CM ダンス第6回。6回ということで今日も、ジョシュとエミです。この2人が紹介してくれ、今日ダンス見せてくれるのは誰ボクサーくん。ボクサー、あのさ、私たち、いや君たち、いやあのボクサー、っていうボクサー、全然そうだな、ダンス見せてくれんの、ね、それじゃあよろしく、はいはいはい、あちょっと怪しいね、なんかニコニヤニヤしてなんか ICM 所のもんだけども、なんかこの辺に最近ダンサーがよく出没する、知らない、なんかそんな話。多分俺じゃない、まあ何も言ってないのに否定から入る、怪しいな。あちょっと名前は、僕ボクサーです。私ボクサーです。ボクサーです。僕なのか私、僕です。僕です。じゃあボクサーなのか。ボクサーです。昔やってて、はい、何級、何級だったんですかね。50もっと軽かったんで、52とか3ぐらいの級、はい、の級。今は何やってんの。今ダンスとあとだるまに絵を描いたりして。ダンスとだるまに絵を描く。そうですね。っていうかやっぱりダンサーなんじゃないか。ダンサー、そうですね。どんなジャンルのダンスを踊ってんの。ハウスっていうジャンルです。ハウスは、ダンスでハウス、ハウスっていうね、ハウスミュージックに合わせて、ちょっと一瞬ちょっとなんか見せれるか。こういうステップとかをする。はあはあはあ、そういうやつ。こういうやつ。どれぐらいやってんのダンスは。ダンスは20歳からなんで19年ぐらいやってますね。人生の半分やってんだもん。人生の半分、はい。なんで20歳からやろうと思ったの。サークルが、大学でサークルがあって、ここで襲われるんだっつって僕茨城出身なんですけど、俺の年だと当時襲わるとこなかったんで、大学でここでやれるんだっつって始めたっつってね。それまでも興味はあったんだ。興味あったっすけど、それまではもうほんとボクシングを高校からやってたんで。逆になんでボクシングをやめたの。なんかダンスの方が鼻も曲がらないし骨も折れないしいいなっていう。やっぱこれ殴られて。そうですね、やっぱとか、なんか傷残ってるのか。鼻ちょっと曲がっちゃってて、鼻炎がひどくて。いろいろ言ってるけど結局ダンサーなんだろ。結局そうですね、はい。名前はボクサーで、はい、絵も描いて、はい、あと何、そのボクシングとか格闘技はもうやってないのか。格闘技はあの2年前にクラブマガっていう、なんかいろいろやってるな。なんそうなんです、はい。クラブマガっていうのはイスラエルの軍隊格闘術っていうのを。危ないな、それはちょっと、はい。例えばどういう技があるの。喉をとか。喉とか、うん、はい。あとはあとこう耳をとか。耳はい、痛いよそれ。そう、痛いから。痛いやつ、痛いやつやってる。そう、いろいろやってんな本当。そうなんです。だけど結局何やりたいんだ。結局ダンス、ダンスしたいです。本当にやりたいんだな。はい、本当にやりたいんだな。はい、お願いします。嘘だったらもう承知しないからな。本館も嘘じゃないです。はい、じゃあ、まあ大丈夫そうだから、じゃあはい、踊ってよし。お願いします。はい、そしたらボクサーくん、どんなダンス見せてくれんの。よろしく頼むで。さあさあ、まずはレッドブル飲んで。そうね、そうね、はい、そう、はい、そう、そう、もうちょっと飲んで、そうそう、置いといてね。そうそう、そう、ほな、やって見せて、見せて、うん、ね、こう、ステップを踏んで。お、そう、腰、お、右行って左行って、右、ステップ、お、飛んで。どうなってんだ。どういうやつなんやこれ。滑ってきたね、こっち。今一塁から二塁盗塁した時の滑り込むような。そう、あ、な、今な、何の話してんの。なんか見えない敵と戦ってるね。確かに見えない敵と戦ってる感じ。早すぎてゆっくりに見えるパターンね。前に行こうとして、前に行こうとしてるけど行かへんで。これをどうして、こう右行って左行って、ほんほんほん、軽やかなステップやね、これ。軽やかなやつ、かっこいい、かっこいい。
左右に結構ね、うん、うん、俺ちょっとセクシーのとこも見しとかなね。そうね、そうそうそう、セクシーなポーズね。一瞬90年代のグラビアのポーズ入る感じやね。なんで古いからそれ、古い。いいねいいね。基本こうステップかな。そうね、なんかお願いして、もう一杯だけお代わりくださいみたいな感じになってるじゃね。そんなんじゃないから、お願いポーズ入ってるで、うんうん、基本的にこう腰が慌ただ、下半身慌ただしいね、これ。そうねそうね、いいね。ステップ踏んで、おお、行く行かないどちらのみたいな感じのこうジラシ、なってるなってる、ジラシポーズも入ってるで。ほんで、いいね、決まった、満足度高いんちゃう。そうねそうね、かっこよかった、いいね、ナイスナイス。ほな、あの先踊ったやつどうやってやるのかちょっとみんなに教えてくれる。そうねそうね、女子とエミも。じゃあちょっとハウスのやってみたいから、ハウスのステップをねちょっとやってみますか、うん、パドブレっていうね、うん、一番、うん、なんパドブレ、これ絶対エミと女子もできる、できるかな、ま、ちょっとやってみようよ、やるやる、やるんで、うん、最初はハウスってステップを踏むんで、ステップこういうこう左右に、左右にステップを踏みながらダウンをするっていうのが必要で、ほんと簡単です、これ、うん、右左、うん、左右、うん、これいけるね、いけるね、最初こう横、うん、こう家でやる、うん、横にするやつ、若者たちは鏡とか見ながら、で鏡に手を置いたり、若者じゃない人はどうしたらいいの、ほんとでもそれいいから、怒られないよ、うん、あそこまでの若者ね、子供たちは鏡見 て、ね、でこれにステップを立てる、自由に、うん、ステップはですね、右出したら右出して左に、うん、左に左に、そう、これすごいゆっくりな曲で練習するね、左右右みんなね、女子の息切れが激しいけど大丈夫、ね、やってるで、今いろんな方向を動かしてね、こう立った、どこ向いてる、立った、これ立った立ったと意外にできない、言わないとできないの、立った、これにこうパッパッパッやったらあかんの、今何でもいいから、そっそとかで分かる、それでもいい、人それぞれ、いろんな方向向いてっつって、いろんな方向向いてっつって、下がったりつってっつって、つってつって気になるけど、確かに気になるけど、間のこの踏み出してすぐステップ踏むんじゃなくて、こうちょっと冷めたり置いたりしながら、手ももう自由ですよ、 手は自由、フリーダム、うん、女子はもう生き方も自由やけど、で右ここで 手を自由にする、もうちょっとルールの中で行きなさい、もう一回右からとか左で、今どうした、もう一回左から、まだまだ手は、手はちゃんと習うとちゃんとしたねやり方があったり、うんうん、人によって違うんで、うん、この音楽聴いたら、おなおの、いや、なんかこう子供が早すぎてゆっくりに見えるパターンの自由に動かす感じ、子供が自由に動かす感じ、タコが好きな子は、あ、タコの、僕の友達のお子さんはタコが好きなんですけど、タコのやつ、うんうん、タコっぽくこう、あ、こう柔らかくやったり、あ、そんなもありな、ただここでこう字を書いてる、ね、ここで字を書く、今ね何も書けなかったですけど、で胸でこう胸で回す、回したり、これはあれですよ、ステップしながら、ハウスは結構いろんなジャンルやりながらやる人が多いんで、こうアイソレっていう、こうアイソレ混ぜたり、アイソレって何、それしながらで、正面向きすぎないようにしながら、うんうん、そう、これですね、タ、あ、正面、ま、これが基本で回って、じゃあちょっとこれを基本から、ね、なんか80年代アイドルのステップっぽいで、なんか、うんうん、女子、うん、できないかもしれないけど難しいのからちょっとやってみます、今ちょっと挑戦してきた感じで言ってるけど、やるで、ね、流してくれるお友達、家であんま女子舐めてると言ってるで、やってくれるお友達は言ってる、やめて、あの子は強いから、音楽言ってるからな、ほんまにやられちゃうから、やめとこう、うんうん、さあダウン取りますね、まずね、感じて、感じて、この音楽の質感を感じて、音楽の質感、こう2歩2歩2歩ですよ、柔らかい、硬い、いろんな方向を向きますよ、はっちゃけちゃってもいいんで、こう回りながらね、でさあさあさあ、で溜めて溜めて、あ、溜めて、早くて、同じ足、早くて溜めて、止まった思ったら手が進んで、あ、タコっぽくこうやってやって、そうね、タコみたいな、肩で歩いてる、そうね、そうね、低くなったり
しゃがんだり、高くなったり、低くなったり、高くなったり、飛んだり、飛んだり。で、アイソレ。あ、これアイソレ、あ、さっき、あ、何それ、何それ。アイソレと足。アイソレって何それ。もういいからさ。早くする。そうね。早くしながらアイソレ。早くしたらアイソレしなく。カズダンスだろ、それカズダンスだったカズダンス女子の若い人カズダンスわかんないからちょっとそのステップキングカズがゴール決めた時踊るダンスとか知らないから、ね、ゆっくり簡単それはカズダンスならへんそうね、そうねそれは大丈夫それでステップしなくてももうね、全身で乗ってるねそうねっていう感じでね、あ楽しいわ かりやすいで、ね、そうねできたかな？できた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 。そうね。カズダンス。カズダンスできたね。カズダンスじゃないから今日のダンス。近くのスタジオに。近くのスタジオで結局全部委ねんの？ということで、ICM ダンス第6回、今日ダンス見せてくれたのはボクサー君。かっこよかった。あなたさ、いや、ボクサー君。今いいからさ、でも。ありがとう。さあね。ありがとう。バイバイ、ジョシュでした。バイバイ。じゃあね。